仙台空港の24時間化に向けた協議が大詰めを迎えています。名取市はきょう市議会に県の防音対策などを説明し、山田志郎市長はおおむね評価され合意は得られたとしました。明日の岩沼市議会で合意されれば、東北では初となる空港の24時間化が実現します。県は仙台空港を24時間化することで、新型コロナ収束後の利用者の増加や夜間の貨物専用機の利用促進を目指しています。空港の24時間化をめぐっては、おととし8月から県と空港、そして立地する名取市と岩沼市の4社が騒音問題の解決や地域振興策について協議してきました。今日午後開かれた名取市議会では、市の担当者が住宅およそ470戸へ防音工事を実施することや、市道の整備、県立がんセンターの後継医療機関の充実など県と結ぶ覚書の内容について説明しました。海側から入って海側が出る、これをですね、ぜひ緊急やめない安全性の確保は別なんですけど、それについて、ね、徹底化等をちょっとお願いしたい。県の対応について一部の議員からは、騒音対策が不十分、検討の時間が少ないなど反対の声が上がりましたが、山田志郎市長は県の対応はおおむね評価されたと次のように述べました。覚書締結前にあっては今回が最終だということもお話しした上での、議員協議会になりますので、そういう意味では、もちろん特に騒音問題等についてですね、完全ではありませんけど、一定のご理解はいただけたのかなと思ってます。明日は岩沼市議会でも同様の説明が行われ、了承が得られれば東北では初めて、全国では9番目となる24時間稼働する空港が生まれます。